背番号10番渡辺大吾です。背番号27番今井智樹です。グアムは9日目を終了しました。ここまでのグアムキャンプを振り返ってどうですか？めちゃきついな体バインしてますマジでバッキバキやな。マジグラップラスハンマーバキっす。マジやばいっすよ。まあでも晴れてるし。そうですね、去年ほとんど降らへんから。去年ずっと雨でしたもんね。そういった面ではいいキャンプを過ごせてるんじゃないですかね。練習終わった後プール行ったりね。そうですね、バタフライしたりシンクロしたりしましたね。してないか何してんでしょう練習、バタフライの練習全然すまないっす、そうですね、まあ僕と同部屋ですけどどうですか？まあメロはね、ずっと一緒にいるしね。まあほぼほぼ気使わなくて毎日過ごしてるし、まあでもメロ疲れてきたらいびきかきにしようって言ってるけど2日目ぐらいからだいたい毎日書いてんな。相当疲れてますね初日でも疲れてます。移動で疲れちゃってるんじゃないですか。そうやな、飛行機移動でな。そうですね、まあ僕もそうですね。まあ大宮3年目になりますけど、まあ1年目からずっと大吾さんと、はい、ずっとよくしてもらって、まあ今回初めての同部屋ですけど、まあすごい俺は楽ですね。先輩ですけど、まあ、気使うとこは使いますけど、普通にそんなガチガチにはならずに済むんで、まあ、ずっと知ってるんで、はい、シャワーとか絶対俺先に入れてくれんもんな。そうですね、まあそこはそんぐらいは立てさせてくださいそれぐらいはね、そんぐらい立てさせてください。そうやな、はい、そうですね、はい、まあでも右サイドで組むこと多いんで、まあ、サッカーの話したりプライベートの話したりワンピースの話したり、そうやな、話題は尽きないですからね、うん、いろいろ、まあ、普段なかなか話せへんようなこともあの話ですね話せるしな、はい、あの話は興味ありますここで言えないですけど、ここでは言えないですので、グランドでも聞かないでください俺はフリじゃないですじゃあどうすか、最後に今シーズンの意気込みでも言ってきます。そうやね、まあ、グアムキャンプいい形で来てるんで、まあ、このまま宮崎に入って、まあ、チームの目標である J2 優勝を目指してしっかりと土台作れるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。メルもなんか言っといた方がいいんちゃうマジっすか？そうですね、まあチームの目標である J2 優勝に向けて、まあグアムの後すぐ宮崎やりますけど、いい準備して最高の結果で今シーズン終われるように頑張りたいと思いますので、今シーズンも応援よろしくお願いします。お願いします。メロ、じゃあ締めの一発でいっとこうかじゃあやっていきます、うん、じゃあ締めの一発芸を、寿司三昧。